それでは村本選手、リード選手です、フリー終わって今どうですか、気持ちは。そうですね、本当に最初から最後までよく頑張ったと思います。クリスが今大会言ってなかったんですけど、膝のサポーターをつけずに試合をして、で本当にもう何年もずっとつけてたので、はい、今日はそのなしで滑れたことでも本当に良かったと思います。クリスさん、膝のコンディションはどうですか。の今調子はいいですし、この試合初めてのブレースできないです。それが良かったです。step in the right direction。 得点もまた自己ベスト出ましたけども、これはどうですか。そうですね、やはりその目標にしている得点というのはまだまだ届かないんですけど、でもまだシーズンベストを取れたので、本当に悔いはないです。さあ、キャプテンとして今日は男子がこの後ありますけど、どうですか、チームメイトに対しては。そうですね、宇野選手は昨日素晴らしいショートで、その流れですごいフリーも頑張ってほしいと思います。羽生選手は、昨日は残念な演技だったんですけども、羽生選手なので、もう絶対に世界選手権もすごいカムバックをしたので、心配はないです。絶対に大丈夫です。さん、チームメイトにメッセージありますか。リラックスしてる、大丈夫、No matter what performance, we're always cheering. So just skate with your heart. ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。